朝食三陽堂ボラボラの32おパン行こう。さあ始まりました。昨年からスタートした人気企画です。私の目の前にいるふみおくんが約29年前に西は下関、東は京都、大阪500キロを歩きました。で当時のラジオ放送で、一応話はしたんですけど、ほとんど発表できてないということで、その当時29年前の取材ノート記憶、そして資料を頼りにその歩きを現代に蘇らせるというそういう企画でございます。昨年から始めまして、もう32回目でございまして、今日はですね、小岩市東詰からスタートです。はい、ちなみにこちら、広島市は西区になります、小岩市東詰でございます。ちなみにですね、29年前の資料だけではちょっと物足りないということでね、現代のインターネットを駆使してですね、主に Google の地図でですね、今の現状をですね、当時と比較して、これまだあるなとか、ちょっと位置変わったなとか、そういうことも変化も含めてですね、共有していって、来たるべき日本の未来をちょっと何か方向をつけてたらいいなというようなこともちょっと考えておりますんで、皆さんぜひ最後まで聞いてください。ちなみに YouTube の番チャンネルでも近日中に同じ、映像というか、ラジオをですね、映像付きで紹介する、配信する予定なので、そちらもちょっと期待しておいてください。とりあえずはまずはこちらの JOBB ラジオの配信からということでございます。それでは基本的に私てっぺちょっとパソコン触っております。ちょっと横でカチカチ音すると思います。マウスの音ご了承ください。ちょっとインターネット回線が遅いんでね、ちょっと画面固まるかもしれないんですけど、そちらもちょっと先に知っておいてください。じゃあふみおくんよろしくお願いします。いや、こちらの放送よろしくお願いいたします。ちなみに、1994年でございます。1994年の3月19日土曜日実行ですねとなっております。さあなら行きましょうか。行きましょう。ということで、小岩市広島カープの小井ですね。そうですね、あれの元になったという、小井の字は違うんですけども、ここから来てると言われておりますけども、その小井橋を渡りました。渡ったところでですね、この大きな、橋ですから、前には斜めの交差点で巨大な交差点がありまして、そこを歩いてますと、先回も申し上げましたように、幼稚園のマイクロバスが行ったりですね、地元の車が行ったり来たりしてるんですけども、それでその辺のことを適当に右に下げ左に下げしながら、12時5分に渡り終えました。で今回一応目的地がある、あってですね、山陽本線 JR のですね、解体地という解体地駅がございまして、今日スタートする小岩市東詰からではなく、この日実はもう新井ノ口駅からですね、歩きをスタートしてて、今すでに大体4キロぐらい5キロぐらい歩いてるんですよね。それ前回 の配信聞いてほしいんですけど、5キロぐらい歩いてて、でさらにこの小岩市東詰から目的地の解体地駅まで大体10キロぐらいでございます。だからもしかしたら今日のあれこれ放送で解体地行けないかもしれないんですけど、ちょっと、ちょっと早足で行こうかなと。途中ね、原爆ドームがあったりとか、本当いろんな広島市の中心を行きますんで、そのあたりも皆さんお楽しみください。渡り終えましたところで、林墓地店中墓地屋さんのですね、餅つぎ場みたいなのがありましてね、それね、選手の前回の最後出てきました。そうなんですよね。でそれを過ぎて、行きますと福島町という町があるんですけども、これも交差点を西の方へ向かいます。そして市内入りましたところで、福島精肉店という肉屋さんがあったりしましてね。なるほど。結構大きな道を行くわけですね。西区宮古大町ですか、の24番地のあたりを今歩いております。で宮古町交差点を東へさらに行きまして、12時11分に広島西郵便局の前ですね。これがなんかこの辺りでは結構大きな交差点みたいで、目印になるんですよね。でこれも大きな道のところのですね、門屋敷というのがこの広島西郵便局なんですけども、かなり立派な郵便局ですね。なぜ広島のもう巨大都市ですから、こういう郵便局がいくつかあるわけですね。でこの郵便局のところでですね、女の子が5人ぐらいね、2人やったかな、風船膨らましとったんですよ。29年前、可愛い女の子やったんですけども、風船中はなんか石鹸の
研いだな液体をですねつけてブーッとこう吹くやつですね、はい、まあ、いわゆるシャボン玉ってやつですね。シャボン玉に言った方がいいですね、はい、それをやってましたよね。その子どっかで見た子やなと思ったら、先ほどちょっと食べたいなと思いながら食べられなかったんですね、はい、林餅店の、はい、そこのお嬢さん2人がね、あ、この辺まで遊びに来て、あ、吹いてたの思い出しますね。なるほど、はい、まあ、あの子ももう今から30年ぐらい前になりますからね。そうですね、もうかなりいい年のね女の人になってはるんちゃうかいなと思います。35、6ぐらいかな、そんなもんでしょうね、まあ、小学校1年やとしたら。そんなもんでした、小学1年ぐらいの子供やったんですね、はい、でそこから今度ですね梶川病院という病院が近くにあったんですけども、はいはいはい、それ行きまして、その辺から今度はね天満という地域に入るんですよ。ちなみにですね、天満町、はい、ちょっと今文雄君言わなかったんですけど、その西郵便局の交差点の向かいにですね、はいはい、その林の餅っていう今でもしっかりとしたビルが、4階建てのビルがございまして、ね、これレンガ建て作りみたいなね、はい、そんなことで堂々たるしビルがあってね、はい、餅屋さんすごいなこの辺は、と餅でこんだけでかいビル建てるってね、広島の人って餅とか菓子がね、まあ、はい、もみじまんじゅうもありますけども、はい、好きなんやなというね、はい、甘いもんが好きなんやなというようなこともちょっと行きたいですね。そうですね、ここの餅屋これ行きたいですね、はい、大変美味しいと思います。当時もちゃんと営業してたんですかね。営業してました。当時もちゃんとっていうか当時の方がちゃんとしてたかもしれないです、ね、かもわかりませんね、はい、最近まあ言ってませんけどね、このねストリートビューは、うん、ちょっとあの多分ちょうど休みの日やったんかな。あ、なるほど。あのもしくはまだ営業時間になってないんかな。あ、そうですか、はい、あのシャッターが降りてまして。そうですか、はい、なんか柏餅がなんか有名みたいな。あ、餅、はい、柏餅ね、なるほどね、はい、なんか美味しそうなお餅屋さん で、ね、ちょっと餅好きの我々としてはですね、ほんまですよ、ぜひもう一回行きたいなと。ね、橋渡ったところにその餅の工場があって、あ、そこの工場も大きな看板が出てましてね。あ、そうなんですか。ろうそくを巨大化したみたいな看板やったんですよ。あ、昔そんなたまにありましたけどね。ありました、ありました。そのろうそくの火のところにね、はい、鏡餅がボンボンと積んであるようなね。なるほど、おもろいなと思いながら。文雄君の好きな赤飯とか、赤飯も多分ここ行ったらね。あと大福餅とか、いやもう結構ですね、紅白餅もありますよ。いや、まあ、これあ、おはぎもいわゆるぼた餅ですね。多分そんなん全部揃ってたんじゃないかと思いますが。いいですね。なんせまあ先が僕らはね、あの急ぐもんですから、はいはい、広島市内もいろんなもうあの見るべきとか探求すべきところがいっぱいあるんですけども、餅屋でとどまってるわけにいかんと。今回はね、餅屋さんの前、はい、中入っていくわけにもいかんと。桜餅もありますね。ありますか。まさに今、あ、ちまきみたいなのもあって、なんか子供の日って感じですね。あ、そうですかね、はい、いいですね。まあ、あの広島って本当に楽しいとこですよね。豆なまこ、あ、豆生子ね、豆餅のこと、豆が入ってる板餅やと思いますよ。ちょっとなんか細切りに薄切りにしてる感じの、うんうん、あれを板になったようなっていうか棒になったようなやつをこうトントントンと切っていくとですね、確かに生子に見えんこともないな。あのその切る前が生子みたいな感じしてるでしょ。これは僕らの田舎の町でもありまして、生子生子言ってましたけどね、はい、林の餅ちょっと要チェックかもしれないですね、要チェックですね。これはまあ私がね、これあの3月の19日1994年ですけども、うん、涙を、ま、飲んで前を通ったとこですので、あ、まあ、地元の人が聞いてはりましたら一遍、まあ、食べていただいて、まあ、皆さん食べてはると思いますけどね。よかったら JOBB まで、ね、餅を送ってください。いやいや、まあ、それはまあなんですけどね、そんなんがありました、はい、それでその餅エリアを過ぎてですね、はい、今度、まあ、そのいわゆる西郵便局の前の大きな道路をずっと横断していきますと、うんうんうん、東の方に行くわけですよね。そうですね、まあ、京都大阪向かって歩いてるわけですから。そういうことですね、はい、とその辺がね、はい、天満という天満町というねエリアに入るんですよね、はいはいはい、天満ね、大阪にもありますし、まあまあ結構日本中に、そうですね、ね、まあ、天神さんがやった、ね、天満宮ね、まあ、京都が一応 本州になってるのかな、ね、はい、まあ、高槻とかにもね、立派な、そうです、一番大きいのも九州にもありますしね、うん、その天満町のエリアになって、はい、でその道の歩いてるところのもう道に面してっていうか大きな赤い鳥居があります。あ、赤い鳥居、多分それ見つけられてると思くれると思うんですけども、これかな、はい、これはこういうもんは30年経っても40年経ってもね、そうですね、変わりませんから、やっぱり安心ですよね、まあ、いいんですよね、はい、その赤い鳥居のあるところの前にですね、石碑が建ってましてね、はい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 、で我々もまああの旧山陽道中、これまあ、あの江戸時代とか、まあその辺りの旧というのもそんな古くないんですけどね、うん、いわゆるその何ていうか古代山陽道ではないんですけども、うんうんうん、この山陽道を一生懸命探して文献を探して地元の人に聞きながら
間違えてあとこ歩いたらあかんなと思いながらやってるんですけども、そうそう、結構行ったり来たりする時もね、そうなんですよね。でこういうね日がありますと助かるのは、うん、赤鳥のそのね薬人さんみたいなとこあったんかな、薬除けの天満宮やと思いますけども、あ、なるほど、はいはい、で、はい、このところにその四角の石碑が立ってまして、はいはい、これでここは旧山陽道と書いてくれました。あ、確かに、はい、あの今でもあるみたいですよ。ありますか、 Google さんの、はい、カメラが。 Google さんもそこ通ってはったんですね。そうですね、2021年の7月に通られてますね。なるほど、僕は1990年の3月ですけどね。文夫君の方がちょっと早かったですねちょっと早かったですね、はい、その頃もね結構新しい石碑やったんで、今も綺麗になってる。今こんなんですよ、今ちょっとパソコンの画面見てもらいますけど。あ、それそれですね、鳥居の足のところにね、うん、で太田さんという方が寄付しはったような寄付の、あ、なんかこの、あの、あ、なんちゅうか兵みたいなのもあるんですよね。そうですね、これいくらかお金出したらね、はい、もちろんもちろん名前を取ってもらえるんですけど、かなりお金出しちゃうと思いますけどね、はい、まあ、そんなところもまあチェックしながら、はい、でただそれからそのまあ石碑のですね、はい、今度あのいわゆるここは旧山陽道石碑と書いてある、はい、右と左の面にはですね、また文字が書いておりました。はい、はいはいはい、一つ書いてあったのは、はい、東の方へ行きますとですね、はい、土橋とかね平和記念公園行きますよと書いてるんですよ。これから僕らの向かう場所ですよね、これをチェックしておければ、はい、旧山陽道というか江戸時代の山陽道を間違いなく行けますよと。要はこの道を東へ行けということなんですよね。そうなんですよね、はい、でそれでただにまあどん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 と、まあ、とにかく早く急がなあかんということで歩いていきますね、うん、でその次の橋がですね天満橋というのがあるんですけども、はい、あ、天満橋があるんですか。で天満橋、天満地区があって天満橋があって天満神、天満宮があったんですよね。その天満橋まで行く間にですね、はい、ちょっとおもろかったのは、はい、おもろかったというのがこの辺まあもう本当に昔はもう超繁華街、うん、もう原爆が落ちてからかなりカスカスになったんですが、また復活してきたというところで、うん、広島のあたりの非常になんか庶民的な街だったところやったんですよね、うんうん、でそれだけにいろいろ店がありまして、例えばねカレー屋さんがたくさんありました。あ、墨田食品というねインドカレーの店があったり、はい、うん、あるいは天満古美術店という美術屋さんがあったり、あ、まあ、これはカレー屋とは関係ないんですけど、そうか、カレー屋とは関係なかったですね、はい、それから内藤畳店とかね、なるほど、桜川ポンプとか、 あるいはですねこれがね、なんとか白蓮社というのがあったんですけどね、なるほど、そんなん出てきませんか、なんかそのあたりで、あのね天満古美術は、あ、はい、ありますね。あ、よかった、立派な壺が小雲ウィンドウに並んでまして、なるほどなるほど、はい、ここではここやったら間違いないなというような、はいはい、やっぱりずっとそういう店は続くんですよね。そうですね、まあ、そのあたりに昔は墨田食品があったり、内藤畳店があったり、畳店ももしかしたらあるかもしれないですけど ねちょっと今探せてないですけど、なるほどなるほど、まあその辺また皆さんあの今ラジオ聞きながら YouTube ちゃんはそのね、はい、Google さんで Google さん見てはりますと、 ありましたありました、あった、はい、内藤畳店、あ、やった、はい、いいですね、こちら天満橋のほんと橋爪ですね、うん、橋爪になってますよ、はい、西爪の方にありますね、こんな感じです、文雄君画面、あ、これこれ、はい、結構大きな店ですよ、でかいですねこれは、なかなかね、ほんまにあのすごいなと思いました。畳だけでやっぱこんなでかい店作れるってすごいなっていう感じがします。まあ他にもね、ふすまとかやってはるかもしれません、ね、あ、そうですね、まあ、いわゆる内装系のね、すごい、1,2,3,4,5,6 階建て、うん、そんなんですか、畳で、餅は3階、畳は6階ですね、おー、すごい、はい、インドは10階ですかね、インドはもうねちょっとインド見つかりませんね、インドカレーはもう墨田食品さんどうしようかな、ね、ちょっとラッキーになりますけども、はい、おもろいですね、やっぱりこんな30年も経ってこうやってみたらやっぱり生き残る店があって、やっぱこれが信用ですよ、ですね、僕らのね、なんか1年2年でお金が稼いで逃げるんじゃなくてやっぱり30年40年やって初めて ね、 まあそうですね、地域のこう企業って感じしますよね、あるいはもうね原爆の前からあったんか分かりませんね、この辺の、ね、復活しはってできたんか分かりませんね、うんうん、まあ、そんなことを言うてるうちに、はい、12時21分にですね、天満橋を渡ります。あ、これが天満橋ですか。そうです、1994年の3月の19日土曜日の12時21分ですね、はい、ここ天満橋を渡りますとね、ここからやっぱり本格的な広島市内に入ったっていう感じですね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、なんか橋としてはそんなになんかめちゃくちゃ立派な橋でも、そう
ない感じもあるんですが、しますね、十三四道の通ってる天満橋は、まあ、波の橋っていうんですか。そうですね、まあ、ただ歩道と車道が分かれてるんで、はい、まあ、あの歩きやすいかなというような感じがしますね。あの九三四道のこの橋、例えば小岩橋とか天満橋とか今渡ってますね、はい、それからあと本川橋とかですね、うん、それからまたあとにも次々と橋渡るんです、元安川の橋とかですね、うんうん、この橋は江戸時代は逆に言うてね、橋としてはこれぐらいしかなかったんです。九三四道の通ってるところは橋をかけてもよかったけれども、他のところは橋をかけることが、まあ、幕府としては面白くなかったんですよね。あ、まあまあ、その人とか物のね、流通ができすぎた、いらんもんも入ってきますからね。いらんもんも入るし、いらん敵も早く行けるとか言われ、橋ってはそんなんで、ね、軍事的なところで非常に大事なもんなんですよ ね、 そうですね。だから当時としては、まあ、これから渡る橋は旧広島市内にもあったんですけど、他の橋は後からできた橋ではもう立派な橋がいっぱいできてますけどね、はいはいはい、今渡ってる橋をこう覚えててくれはることが、旧江戸時代の、まあ、広島の市内のことがよく分かっていただけると。そうそう、意外とね、その、まあ、文雄君今橋の話してるんですけど、なんか天満橋って言ったら、まあ、大阪に住んでる人間やったらなんかもうすごいね、もう幅30メーターぐらいってなんか長さも長い橋と思うんですけど、こっちの広島の天満橋は、もうほんま小さいですよね。そうですね、なんか僕らのこの船中にもあってもおかしくないぐらいの規模の橋なんで、やっぱ橋を小さくするっていうのは当時のその江戸幕府のなんか警戒心を表してんのかなとも一瞬思ったりも、まあ、もしくはまあ原爆があったんでやっぱりそこでリセットしてしまった可能性もあるかなというような感じもしますね。でこの川、この天満橋の、かかってる川が天満川というね、これも大阪的でしょ。そうですね、うん、あの広島はね、水の都と言われてるんですよ。あでね、あのいわゆる名水百選にも選ばれてます太田川という川があった。はいはい、これまあ鉄平と上流まで取材に行きましたね。行きましたね。大変でした、あれ。すごい懐かしいです。そうですね。その太田川が、はい、まあ、7つぐらい分かれてるんですが、広島市内はね。先ほど渡った小岩橋というのは、はい、太田川がまあ氾濫ばっかりあるからたまらんなということで、うん、まあ、大工事があった。その話は、まあ、前百名水の時のね、うん、放送聞いてもたらいいんですけども、うん、それでまあ太田川放水路という、だいぶ前ですけど、だいぶ前ですけど、ね、だいぶ前ですけど、ね、はい、太田川放水路のところのですね、はい、まあ、あの作ったんです。太田川を分かれてまず、あ、うん、その後次々と、まあ、太田川の本流から天満川ができたり、はいはい、あとはですね、京橋川という川ができたり、京橋川がまた分かれて円光川になるとかね、あ、これからまあずっと渡りますけど、そういう橋がある、橋、まあ、いわゆる橋、川の上にできたような町です、広島は。あの、よかったら皆さん地図でちょっとこう引いて、そう、広島市内を見ていただくと今の話よう分かります、はい、ですね、うん、で、まあ、ここに、まあ、いわゆる原爆が落ちたわけなんですけども、まあ、そこ行くまでもう少し行きましょうね。天満橋を渡りました。で、はい、で天満橋を渡りましてね、ここからまあね、はい、なんかあのいろいろとヘアサロンさんがあったり、洋紙屋さんがあったりね、紙屋さんがこの頃結構多かったですね。インド料理の次は紙ですか。紙が多かったですね。そこに分ける必要はないんですけど、はい、昔なんかこの辺で紙屋町っていう町もあったんですけどね、はいはいはい、まあ、広島ってね、いろいろとね、鉄砲町とか紙屋町とかね、あ、まあ、城下町だけに、ね、そういういろいろ職業集団が住んでるところがあったんですよね。なるほど、なるほど、うん、それまあ、あの紙をあのやってはる紙、ペーパーですよね。ペーパーね、うん、いわゆる和紙系のやつですよね。そうそう、和紙、洋紙、まあ、今洋紙もありますけどね。それから、まあ、仏壇屋さんとかね、そんなんも金物屋さんとかね、そんなんもあったり、なるほど、あのホンダモーターっていう、ホンダの伊藤モーターっていう大きなモーター屋さんもありました。はい、それはあの多分バイクとかですよね、バイクっていうところでしょうね。はい、はい、でカメラ屋さんがあって、はい、ショーウィンドウを覗いて、あ、面白いカメラがあるなっていうようなことで、ちょっと病気が出そうになって、まあまあ、出たらあかんということで、ぐっとこらえて、時計屋とカメラはパスが開きませんね。あと文房具屋ね。そうですね。その3つは危ないですね。結構そういうのが多い場所なんでね、そうこの辺り歴史のあるとこなんで、ちょっと気ぃつけんとあかんな。で天満橋渡ったでしょ。はい、で、まあ、あのその辺のねエリアが堺町というの、大阪の堺。ああ、なるほど。なんかますます、ね、こんなこと言ってあれなんですけど、ね、大阪に似てるというか、ね、まあ、どっちが似てるか分かんないですけどね。そう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 、大阪が広島に似てるかもしれないですし、それはありますね。まあ、地理的なもんがあるから、うん、こういう町もあったんかも分かりませんし、ね、割とまあ大阪をひょっとしたらモデルにしてくれはったんかも分かりませんね。まあ、どっちか分かんないですね。そこらはどっちも言えません、うん、で堺町の2丁目のところにですね、はい、今度先ほど、はい、天満宮がありましたね。ありましたね。天満宮のところに東に行きますとですね、はいはい、土橋というね、土の橋中があると書いてたんですよ。はいはい、ね、この辺がね、土橋エリアなんですよね。ここは土橋ですか。この辺り。ほんでね、広島の広田という自然があるんですけども、はい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 、その広田の土橋の駅がここにあります。ああ、これね、はい、はい、
見つけました。はい、見つけてくれました、うん。大きな通りの真ん中に、ど真ん中にドデーンと線路と駅がございます。はいはい、その線路と駅の、まあ、この通りをですね、これから横切るんですよ、はい、我々、ね。ああ、なるほどなるほど。横断すると、どうしてもここで自然に出会うんですよ。で、あの、広電という会社は、もう本当に面白い会社で、いまだにその、はい、チンチン電車を、っていうか、市内を、の電車をね、これ、うん、あの営業してるんですよね。あ、いいですね。なかなかね、ここまでのところができんもんですけども、そうですね、はい、あのこれが広島電気鉄道というんですか。これ開業しましたのがですね、大正のね、大正元年に開業したとか聞きましたけどね。じゃあもう100年以上の歴史がある。まあまあ100年ぐらいですかね。はい。はい、んなんで、これからだん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 発展してきて、はい、まあ原爆が落ちてその3日後にですね、もう開通したと言いますからね。うん、まあものすごい技術力と情熱を持った広島の、まあ、いわゆる大動脈みたいな電車ですね。今もそれが走ってるんですけども、それからね、ここはまたここも広島らしいっていうか、はい、まあ、我が大阪と似てるどっちが似たんか知りませんが、似てると言うと失礼かもわからんけども、うん、いろんなもうね、別にあので自然の、うん、まあ、要は中古車みたいなもんどんどん買い入れはってね、うん、まあ、もちろんあの広電自前の電車もあるんですけども、うん、まあ、自前の電車よりもっと面白いのがあったら安かったらそれ走らせたのかというような町の気風なんですよ、広島町。僕が見たのがね、ピースバーンというね、はい、名前がついた自然がそこで、ピースバーン、はい、平和の電車ですか。平和の電車の、バーンというかドイツ語ですらしいです ね、 これね、そうですね、うん、電車とかなんか鉄道とかそういう意味ですね。そうそう、これドイツから借り入れてるんですよ。ドイツあたりからもね、こんなのを買い入れるというところが面白いでしょ。あ、ドイツでまあね、あのおそらくこのどっかの町でしたかね、この町の名前までちょっと、うん、なんかね、僕ちょっと事前に調べたら、うんうん、あの西ドイツのアーティストがなん か、ええ、か関係してると か、ええ、か絵描いたとかなんか、そうです、そうです、そうです、その電車にね、そうですね。これ確かね、まあ、ハノーバーから、ね、ドルトムンドかどっちかの町だと思うんですけど、ドイツの ね、はい、でここでいらんようになった自然を、はい、な牛がもらいますわということで買い取って、わかりました、わかりました、そういうことか、はい、でちなみに文雄君思い出した、あのバーンはね、まあ、鉄道っていう意味もあるんですが、まあ、どっちかというと道なん ですか、だから、まあ、アウトバーンとか言うんで、ね、まあ、だから平和の道ですね。あの平和大通りというのは意味かもわからんね。ああ、近所にあるから、広島のこの辺り。まあ、これ広島はもうピースの町やからね。そうですね、うん。そういう意味でこういう名前つけて。そことかけたんか。かけて。まあ、ちょっと想像ですけど。あの昔、この西ドイツの芸術家の方に頼んでですね、広島の絵描いてもらったら違いますか。まあ、まあドイツもね、西東分かれていろいろありましたから。と、いうことも。日本と同じような状態の町ってことでしたからね、あの戦争についてはね。でそれで派手派手な、まあなんかアジア的な、まあ、よその人が見たようなアジアのような絵がね、横に描いてたの覚えてますね。そうそうそう、はい、今あれ、これがね、三両連結の電車なんですよ。いかにもヨーロッパのね、うん、あの市内電車みたいな、ちょっと前が斜めになったような川やったと思いますけども、なるほど、今も走ってくれてるかやなと思って。ベルンの街中みたいなね、まあ、ベルンはちょっとスイスですけど、まあ、あの辺のような感じで、ベルンで電車乗りましたね。そんなことがあって、あの面白かったですね。だから広島って、まあね、国内もね、たくさん借りてるんですよ。京都の電車走ってるんですよ、今でも。あ、そうなんですね。で、ね、京都とかあれはあの福岡のね、はいはい、電車が走ってたり、神戸の電車もあったりね、各地から集まったやつを、はい、そのままというか色をそのまま残してね、うん、京都のやったか、例えば大文字町名前の電車があったりね、うん、そんな電車が多分あったと思いますけどね。そういうのを、まあ、あのいいとこはもうどんどん入れようかと、わざわざ広島風に変えるんじゃなしに、うん、まあ京都の人が来たらやっぱキーエはな、そんなことも含めてそれも考えてですね、いわゆる転車というんですかね、これ移動て、転車っていうかどういったらいいか分からないけども、各町から借り入れた電車も走っているということですよね。はい、なるほど。まあ、当時僕が聞いたのはこの路面電車全国のトップということで、はい、まあ、広島の路面電車というのは輸送人員もますます増えていくということで、うん、新車もどんどん導入するけども、うん、そういうような観光的に役立つような、まあ、日本の各地から、うん、転入車言ってましたね。転入転入って言うんですね。転入っていうのは、ね、引っ越し、ね、みたいですね。転入生っていうのがあるでしょ。あります、あります。あれと同じですよ。転入者。向こうの人そんな言うても、転入者って何のことかやと思ったんですけど。人間みたいな感じで、ね。そういうこと、新入生みたいな、転入生みたいなもんで。ね、まあ、そんだけ電車好きやったんですかね。日本の西日本各地から転入者はですね、はい、旧塗装をそのまましてやってると。で、ドイツからの転入者もあるということで。もうなんか海外からの新入生みたいなね。はい、当時のね、在庫中華車両種は193
ではある言ってましたね。すごいですね。で花電車用の電車も用意してるって言ってましたよ、これ50型っちゅう花電車で、これを花だ、ま、なんかめでたいことがあったら花電車に使えるというね、あ、まあ、車庫の隅に眠ってるということで。なるほど。と聞いたところによると、こう京都市からの転入者、大阪市からの転入者、神戸市からの転入者、うん、それと西鉄の北九州線のですね、の転入者とか、西鉄の福岡市内線からの転入者とかね、そんなんを、まあ、より、まあ、工程ですね、はい、まあ、やってるというだから結局技術の人が結構優秀やったってことですよね、まあ、ある程度何でもできたというかね。そういうことで、も車庫もしっかりしてたとか、うん、そうそう、やっぱりね、持ってきても修理できんかったら意味ないですからね。そうですね。でこれはね、そこの現場では目撃しなかったんですけども、うん、まあ、地元の人の話によるとですね、はい、651号っていうのとね、652号っていうのがあるらしいですね、はい、自転車でね、はいはい、これが1942年頃に製造された電車らしいんですけども、これがいわゆる、まあ、原子爆弾をですね、はい、受けた電車として今も走ってる言ってました。あ、そうなんです。当時走ってたんですね。当時走ってました。今も多分今も走ってるんじゃないかと思いますけどね。どう、今だいぶけどね、文雄君こんなんなってるんですよ。うん、こういう感じの。まあ、せやけどやるんですよ、広島の人って。やるんですか。やってると思います。今はだいぶちゃいますよ、皆さん。ね、今の電車見たら。651、652っていっぺん向こう行ったら探してください。あ、こういうやつか。被爆電車。どっちかっていうか、こういうやつか。そう、もっと古い。もっと古い。もっと古いタイプやね。あ、で、それを生かして、もうこれ70年ぐらいで なってますかね。もうその辺のを生かしているということやけども、はい、この651の電車っていうのは、うん、まあ、あの、もしも見たらね、拝んどいてほしい、何万打物捉えてほしいなって言われたのは、この近くで、はい、満員の80人当時乗ってあったらしいんですけども、はい、その電車がですね、ここからちょっと行った時に車両走ってる最中に原爆を受けたと。うん、で80何人の人が、ね、全員亡くなったと言ってました。でそれを今度またあのドアとか全部あの木造でしたから潰れたのをですね、うん、もっぺん復活させて、うん、またあのしばらく1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月ぐらい後にもっぺんまたこれ走らしたって言うんですよね。あ、そうなんですね。でそれで、まあ、あのもちろんめちゃくちゃになったんですけども、この車両は使ってないと思いますけど、他の、まあ、よく走る電車をですね、うん、原爆投下の3日後に走らしたということでね、うん、でしかもそれをそのおっちゃんが言ってはったことやから、どこまで、まあ、信用できんのは悪いけど、話としては聞いたのは、うん、それを運転したのはね、うん、地元の女学生やと言ってはりました。女学生の方が学徒動員でね、はい、電車の市電の運転手さんが全部生体に捉えて、あの、まあ、運転手さんが亡くなったということで、はい、女性のなんかね、工学系の理科系の学校やったらしいんですけども、うん、その女の人がですね、運転手さんに起用されてね、はい、その人が運転したというようなことも、まあ、これは都市伝説かも分かりませんけども、うん、そんな話を言ってくださりまして、うん、やっぱり広島を語るときにこの、広電というのは忘れたらいかん電車ですよね。そうですね、はい、まあ、そんなとこで、うん、あのちょっとここで、地元の人と付き合うて時間が遅れましたけども、いやそれ別に映画の遅れて、はいはい、まあ、いやいや先急いでたんですよね。あ、なるほどね、はい、まあ、けど声かけたら文雄君大事ですからね。そうですね、私が声かけた、はい、電車乗る人もわざわざ電車をパスしてまで話してくれはる。なるほどね、はい、で12時33分この近くでですね、はい、今度はもう明らかにこれは原爆そのものですね。あ、韓国人原爆犠牲者慰霊碑というのが出てきました。おー、これ韓国の人がまあ大変たくさん亡くなってた、であのね、はい、まあ、日本だけと違うで韓国人もここでたくさん亡くなってたんですよということが出てきまして、ね、どのあたりですか。これがね、境町1丁目を越えて、はい、であのですね、本川橋との間です。その、あ、本川橋、次の川渡る橋ですね。本川橋の、もう渡ったところに今度中島町言うんかな、はい、これが平和公園になるんですよね。あ、なるほど。ここがいわゆる有名な、まあ、あの子供の原爆の犠牲者の日とかですね、うん、まあ、一本火が燃えてるところとか原爆関係がここにずっと集約されてるんですけど、なるほど、なるほど。その手前のところの本川橋っていうのがあるんですけど、はい、本川橋の、まあ、西詰のあたりにね、あ、韓国の方の西詰ね、うん、あの日があってですね、大韓民国釜山直、釜山っていうんですか、釜山やったかな、いやそれは釜山やろ、釜山か、はい、釜山直轄市市長帝なんとかさんとかね、そんな人が、まあ、あの記念碑を建ててあったりして、で、まあ、あの子供たちがたくさん、あの折り鶴をですね、はい、あの持って、その韓国高等学校日本語学日本語科教員
訪日研修団とかあって、まあ、なるほどね、そのあたり韓国人のだから亡くなった人のですね、日本人のまあ慰霊する人とか韓国人の慰霊する人がたくさん来てはったんでしょうね、はいはいはい、そういうところがあったんですよ。それが本川橋の、本川橋の西詰です。今ねないんすよね。あ、おまへんか。ないんですよね。うん、まあ、ひょっとしたらね、うん、まあ、これはまあ多分その通りだと思いますけども、うん、僕らが行った時僕も思ったんですよ、うん、なんで本川橋の渡ったところのね、うん、あのピースエリアに韓国の人の、あの慰霊碑を作ってへんのかいなと思ったんです。ああ、なるほど ね、やっぱり同じように死んで、しかも日本で死なれた隣国の方をね、うん、なんかそのまあ、あのこんなこと言って別にどうちくんないんやけども、うん、どこにあっても慰霊碑は 大事ないけど、一番中心のですね、うん、やっぱりあのいわゆるピースエリアのところを収めてへんのはおかしいなと思った。あ、なるほどね、はい、で僕はその時にその地元の人に言うたわけでもないし抗議したわけでもないのもないんですけどもうん、うん、多分そういうことがあって、今おそらくですね本川橋を渡った、はいはい、いわゆるピースエリアのところに入ってると思いますわ。あ、なるほどなるほど。当時からそういうこと言うてる人もあったんです。あ、後で調べてみたら新聞の論調なんか見たらね、おかしいとこんな掘り出すような感じがしてね。あ、で向こうで書いてたこれ僕まだね、はっきりした数はまだ確認してないし、ひょっとしたら間違いかも分かりませんけども、うん、まあ当時あこに書いてたのは20万ぐらいの人が亡くなったと原爆で、うんうん、でそのうちの 10% は韓国人やったっていう文字があったと思います。あ、でそれやとすれば大変なことです。 10% ってことは 2万人ぐらいかな、うんうん、その犠牲になったというね。あ、そうなんですね。まあ、それだけにやっぱり大変なことやったんですけども、んなんかその人らをちょっと分離してるのがおかしいなというような感じを、まあ、だから川の向こうに追いやったみたいな雰囲気やったんですね。なんで、ね、川のこっちへ行って一緒に、ね、犠牲者は誰もどこの国の人であろうとやっぱ同じところに祭るんちゃうかいなというのが、まあ、素朴な僕の正義感ですけど、まあ、そうですね。はい、ね、日ができた由来とかあんまよく知らないので、そうそう、まあ、難しい問題やからね、そうそう、言えないけど、まあ、事実として川の向こうに、うん、まあ、あったという中心地より外れたところにあったという、30年前に、まあ、あんまりそのなんちゅうか理屈も何も分かってないもんがいた時でもです、ね、うん、何がおかしいぞというものを感じたんですよね。でそれと同時に非常にたくさんの、まあ、嬉しかったのは、日本人がそこに、まあ、たくさんお参りしてですね、まあ、千羽鶴をやってたのも良、まあ、かったんやけども、あ、まあ、おかしいなという感じがしました。じゃあ、まあ、それを見つつ、今はちょっとないんで、とりあえずまた橋渡りましょうか。本川橋渡ってください、はい、本川橋ね、本川橋渡りましたね、制限速度30キロでございます。あ、そうですか、はい、ちゃんとここもあの上流側に歩道がありますね。あ、そうですね、はい、まあ、多分この歩道は後からつけられたっぽいような感じも、はい、まあ、橋もそんなに大きくないですね、ここは。そうですね、はい、まあ、この今渡ってる橋は全て江戸時代からの橋ですので、あ、もちろん架け替えは私大きくはなってると思いますけどね、うんうんうん、まあ、本格的なそのいわゆる道路の橋ではないわけですよね、まあ、色気もなんもない橋ですけどね。ただあのしっかりと鉄骨で組まれてるんで、まあ、多分この川が増水しても、流されにくいような、はい、おそらく構造になってると思います。そうでしょうね、そんな感じの橋です。ここは僕が行った時はその親柱のですね、はい、本川橋という書いてる名板がものすごく面白かったですね。あ、なんか小判型のようなところにですね、独特の書体で本川橋と書いてたのが今でも印象に残っております。あ、はい、渡ったとこかな。いや、親柱ですわ。親柱、ね、あ、それないですね。ないっすね。あそこにね、ゴボッと、まあ、渡ったかもしれませんね。 あれは多分そんなに簡単に橋が違うんちゃう、違う橋やったとか。いやいや、本川橋は間違いないですよ。あ、そうですか。それは間違いないですよ。だから渡ったか渡ったかとかは分かりませんけど、ね、間違いないって言って大概間違いのが文雄くんやからな。まあ、そうですけど、これも写真にも撮ってますから、はい、多分大丈夫やと思う。写真どこにあんねや、それ。いや、そう、また探したら出てくるんです、ね、探したら出てくる。まあ、じゃあとりあえず、はい、渡りました。渡って、でここで、まあ、平和公園に入りました。あ、まあ、いわゆる中之島系のところですよね。中島町中村 ね、これね、はい、あの、はい、いわゆる昔心当たりもものすごい繁華街でね。あ、そうなんですか。ものすごい新しい映画館があったり娯楽施設がいっぱいあったりしてですね、川と川に間挟まれた中之島ですよ、巨大な中之島でございます。これもちょっと大阪的ですよね、こんな島があれで。まあ、川があったらこうなるんでしょうけどね。なんか大阪よりも規模でかいで、この中之島に関しては、ね、相当でかいですよ。そうですね、これは。はい、ただまあこれもまあ私たちは平和の鐘をまあ言ったわけでもないし、はい、まあ原爆の慰霊碑をまあもちろん遠くからでは拝んでおきました、はい、ただまあ、なあの子供のあの原爆碑があった時はちょっと僕も目頭が熱くなりましてですね、しばらく拝んでてたんですけども、まあ、あの これもまあ一つ通過地点としまして、割とさらっと通ってしまったんですよね。でそれ通ってしまって、あでね、ふみおくん今ね、僕ね、ちょっと地図見てるんですけど、はいはいはい、やっぱ今言ったように、
韓国人原爆、やっぱそうでしたか。いや、そうでした、何も言うてへん、うん、韓国人原爆犠牲者慰霊碑は、うん、どうもこの平和公園の中に今ありますね。入りましたか。ありましたね。あ、そうですか、はい。まあ、だからやっぱり移動したんちゃいます。まあ多分ね、まあ、文雄君の記憶が間違ってなかったら、うん、橋渡る前にあったところをノートにありますから、うん、多分確実だと思いますよね。まあまあ、ね、直線距離にしたら多分 3、40メーターぐらいなんですけど、渡るだけですからね。まあ、短い距離なんですけど、やっぱここにあるのとね、本川橋西詰にあるのとはちょっと訳が違うなっていう感じは、うん、まあ素朴な感情でね、まあ、まあまあもしかしたらもっと別の意味があったんかもしれないですけどね。まあまあそんな現状ですね。これやっぱ29年経つとこういうことがあるんですね。あるんですね。あんまりちょっと信じられないですけどね。まあ、あってほしかったし、あってよかったなと、うん、もしかしたら文雄君が言ったからこうなったかもしれないですね。いや、私は言うたりとも、ラジオの放送で言うただけのことですけども、うん、はい、まあまあそんなんがあって、うん、でまあここから原爆ドームが見えるんですよね。あ、はい、これまあ原爆ドームすぐそこにね、1945年昭和20年の8月の6日の8時15分、ここで原爆が投下されました。で投下された、これも地元の人に聞いたんですけども、うん、米軍の投下目標は、うん、この今言うた橋がありましたね、本川橋のね、うん、ちょっと上流のところで、うん、中之島の花みたいなところがあるじゃ、トップがあるじゃないですか、うんうんうん、ね、これ本川橋はこのいわゆる本川っていうのがこれ太田川のことなんですけど、旧太田川って、旧太田川書いてません、ね、地図には、はい、でそれでね、分かれる川がですね、うん、今度はちょっと違うんですよね。これがね、これなんちゅう、あ、本川、本川、本川、あ、両方とも本川、うんうん、いや本川、本あ、まあまあなんか違うんかもしれないな、名前が違うんです、違うんです、うんうん、はい、その日本の川の日本あ合わせているところのトップがあるじゃないですか、うんうん、でそこのところに、はい、かかってる橋があるんです、大きな、あ、これか、相生橋という橋です。あ、なるほどね、相生ね、相生、はいはい、橋という橋があって、はい、その相生橋の真ん中のところからずっと橋が伸びてきて、川の中が伸びてきてね、はい、その中之島、中島町のところの一番トップまで続いてたんですよ、うん、それが上から見たら T 字型に見えるんです。あ、見えますね、確かに、うん、その T 字型を目標に米軍は原爆を落としたわけですね、はい、あ、まあ、なかなかない橋やし、うん、これやったら、まあまあね、広島のこと詳しい知らん人でもはですね、うんうん、ちゃんと正確に落とせるやろということがあったのが分かりませんね、うんうん、ところがそれ風でちょっと流れましてね、当時風が吹いてたんでしょうね、うん、でそれでちょっとまあ流れてしもうて、近くにあった島外科っていう病院があったんですけど、その真上で爆発したわけですよね。その近くにまたこの先ほど言いましたように、まあ今の原爆ドームであります、当時は広島県の産業奨励館と言われた建物があって、あ、まあそれが一緒にして爆発して中にしてる人は全部死んでしもうたという、あ、まあ民間人皆殺しってやつですね、大虐殺、ね、そういうことがありました、うん、はい、まあ、それでこれからもうちょっと行きますとですね、今度はその 元安川の橋を渡ったところに小さい石碑がありましてね、はい、これが広島市道路岩標という、あ、なるほど、はい、ここなんですね、岩標は。それ出てますか、ちょっと出てないと思うんですけども、元安橋今拡大しまして、はい、元安橋拡大してください、渡ったところですよね、渡ったところです、はい、あ、ちょっと分かんないな、そうですか、うん、東詰ですよね、ま、いわゆる東詰ですよね、あ、はい、岩標がある、ここに道路岩標、まあ、大阪でいうと高麗橋みたいなもんですよね、あ、高麗、あ、そうですね、あ、ここにありますね、はい、はい、あれですわ、あれですわ、まあ、大阪の高麗橋小さいですけど、うんうん、こっちの広島の橋はごっついですね、うんうんうん、まあ、ここのどっかに道路岩標があるんかな、あるんです、ふみくんやっぱり、うん、これと間違えてない、さっきの元安川の、あ、それです、やその僕本川橋って言ってましたよね、もっとなんか元名前間違えてるのは多分な、そうかな、はい、間違えない、中之島に渡元安川、ふみおくんはね、うん、本川橋にあるって言ったんですけど、ああ、元安橋ですね、元安橋の東詰の親橋、あの文字がね、文字が小判型のなんかはめ込みみたいなものの中に、うん、なんか面白い書体で書いてあって、ね、そう僕のノートにもこれ、まあ、書いてますけども、すごく面白い感じ、うん、橋やなと思ったんです、うん、ここに道路岩標はちょっと分かんないですね、分かんないですよ、どっかにあるんだろうな、その辺がね、はい、まあ、当時の、まあ、広島いわゆる広島藩の中心地ですよ、この辺にもうちょっと上流の方に広島城があったりしてね、うんうん、それでその、まあ、要はその広島市の道路岩標というのがあって、これ、はい、
同時にそこは今道路岸壁になってますけども、うん、広島藩の時代江戸時代は考察場やったんですね、うん、あ、なるほど、まあ、町の決まりとか決まりとか幕府のお触れとか、うん、そうそう、キリシタンの禁止令とか、はい、これこれしたらあかんとか、こんなやつがあったら届けとかですね、うんうん、ウォンテッドの手配書があったりね、あ、そういうところのも中心地あって、はい、広島五条家の中心地やと言ってましたですね、あ、この場所はね、はい、でそのところにこの広島市の道路岸標ができたのが、はい、明治22年の1889年に石橋屋ができたと。あ、ちなみに皆さん、あの道路岸標って、まあ、このラジオ聞いてる方は分かってるかもしれないんですけど、うんうん、あの距離の基準になる地点ですね、うんはい、そうです、あの広島市まで何キロっていうのがあったら、はい、 そのスタート地点とか終着点はこの元安橋の東詰めと、それが道路岸標です、まあ、基準、道路の基準になったんですよね。基準です。大阪でもだから大阪市まで何キロっていうのがあったとしたら、まあ、基本的にあの高麗橋の あれ、ね、多分、あれは東詰めやと思いますけど、まあ、見に行きましたわね。いや、あ、まあ、あれは江戸時代やから今はまた、うん、今は京橋かどっかかな、確か、かもからね、そうですね、まあ、ね、江戸時代のこう、う元になってる道路距離基準の場所ですね、はいはい、それが岸標、まあ、道路岸標です。そうですね。でこの辺がまあ先ほど言ったように、まあ、広島五条家の中心地で、うん、まあ、町名も大手町というんですよね。あ、まあ、大手橋というか大阪城にもありますけど、そうですね、大手というのは城の一番大事なところですね、うん、でこういうところが、まあ、あったということです。あ、でそれからさらに行きますとですね、今度大手橋、はい、大手町の一丁目を、うん、元安橋の東詰めからまっすぐ東方に行きますとですね、うん、はいはい、ずっと道で行きますと今度始まるのがね、うん、これがね、おね、いわゆるアーケード始まるんです。ここから、あ、アーケード本通り商店街っていうのがあるんですよ。天井に屋根のある商店街、屋根も屋根で、あ、これか、立派な、あ、なるほど、あのドームの屋根のような感じで、ね、高い屋根がね、あのね、商店街が得意な商店街ですよね。ほんまやな、これ本通り、なんかタケノコみたいな、そうそうそう、タケノコ、よく言いましたね、タケノコをちょっと低くしたような ね、そんな感じの屋根がある、本通り商店街中があって、なるほど、これがまあおそらく広島の商店街の中でもかなり大きな商店街で、今も中心地になってると思ってますわ。あ、そうですね。でその商店街の中をですね、うん、雨が降ってもええ商店街の中をこれからしばらく歩きます。あの、はい、Google のカーは行ってないんで、ちょっと入れんでしょ、中は入れないんでね、あれは多分通行できなかったと思います。あ、ちょっとだけ入り口まで行ける、ちょっと入ってますか。あ、行けそう、行けますか。あ、ごめんなさい、行けとか、あ、それよかった、あ、行けました、行けました、はい、島衣装店とかね、はい、ヤマハピアノの店があったり、あ、残念、入り口手前まで、そうですか、中入れないです。国用の店があったり、ラウンジでね、三上というラウンジがあったり、三上、あるいは神谷町2丁目、これも神谷さんたくさんあったんでしょうね、はい、の交差点が信号があったり、はい、でコムシティというね、なんか大きなショッピングセンターみたいな、パソコンですかね、はい、あのそれから市電通りに行きます。あ、はいはい、ずっと行きますと市電通りがあって、はい、うん、で木村屋さんとか宮城屋とかそんな店があってですね、うんうん、でその辺りで、13時40分ぐらいになるんですけども、うんうん、腹が減ったなっていうことになって武蔵という食堂へ入ってですね、昼食を食べますね。あ、武蔵ね、やっと昼食ですね。あのご飯おかわりなんかできるとこですよ ね、おそらくね。そうですね、はい、13時15分から13時40分まで飯終了ということで、うん、何食べたんですか。これ何食べた忘れて出ないんですよ。ですか、ごめんなさい、ちょっと忘れました。いいです。で本通り7番のところで、本通り商店街は大体まあ終わりで、はい、終わりのところあるんですよね。あ、でそこからまた別の商店街になるんですけども、そのままどん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 行きますと、今度は外国人の方が、はい、まあ、広島っていつ行っても外国人の方多い街ですけどね、この当時もたくさん来ておられる。この商店街長いな。長いでしょ。ちょっと天神橋筋ぐらい長いんちゃう。まあそこまではいかんにしても、それに近いような、ね、めちゃくちゃ長いですよね。まっすぐのしかも通りでね。そうですね、なかなか、まあすごいもんですよこれは。うん、どん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 歩いていきましてですね、どこまで行くかと言いますと、はい、これがね、竹製品の専門店があった、ロンジンの時計屋さんで金子屋さんっていうのがあった、金子屋さんね、はい、ほんで13時51分に本堂、ここで本通りを出てしまいましてですね、金正堂事務所、あ、まあ、書店、あ、そうか、その辺でしたかね。知らないです。その辺って結構に言ってますけど、地図に出てる名前言ってるだけなんですけど。あ、そうですか、はいはい、まあ、要はだん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 と行きましてですね、はい、名前としては堀川町っていうのが出てくるんですけど、その辺で堀川ね、堀川町っていうのが出てくるんです。この辺で、はいはい、今はあの川は全然ないんですけど、江戸時代はいっぱい川があったんですよ。あ、うん、でそれ、まあ、統合したんですよね多分ね、はいはいはい、で堀川町のところ、これはね、左への
90度カーブします。あはは、多分この辺り左へ90度カーブ、パルコの辺りですね今の。あそうですね、パルコの工事中のところがあったんですね。工事中やったんですね、当時は。工事中でしたですね、はい、パルコの角を多分曲がって、はい、曲がって、はい、で恵比寿町というところまでですね行くんですよ。恵比寿通り商店街。あ、それそれそれ、そこのところをまた今度は、ね、はい、右に曲がるんです。あ、右に曲がって、はい、分かりますか。大体分かります、ね、はい、ありがたいね。右、左かな、もしか、あ、右ね、はいはいはい、分かりました。右に曲がって恵比寿町、恵比寿町通りをですね、はい、その通り、ちょっと細い通りですけども、うん、この辺服屋さんとか天文屋さんとかね、まあ大きなデパートがあるところですわ。ほんまやな。その裏通りのところをどん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 とね、はい、これはまあ、東へ向いて、はい、行くわけですね、はいはいはい、で行ったところでね、いろんなものがあるんですけども、はい、ここもちょっと入りたいけどストリートビューは行ってないんで。これはこの道は、あ、ちょっと行ってる、もしかして行ってますかね。はいはい、ちょっと恵比寿通り商店街ぐらい入っとこか。うんうん、あのね、はいはい、あの恵比寿通りのところにね、おもろいパチンコ屋さんがありましたわ。あ、エビスパチンコ。エビスパチンコ、はい、入り口のところにね、エビスさんがもうガラスいっぱいね、にたーっと笑って、全身大きなガラスにエビスさんがあるんですよ。で、魚釣り竿を持って、はい、で腰のところに、ね、真っ赤なタイがね踊ってましたね。タイ釣りのエビスがあって、で中からもうそれこそ軍艦回しがじゃんじゃん流れてね、はい、もう僕も思わずじゃん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 と言いながら、ちょっとアホちゃうかいな。当時のラジオでそれよう流しましたね。流しましたからね、はい、まあ、あのこれは俺の曲やとかいいこと言いながら、なるほどなるほど、恵比寿町をずっと、ね、神社の前横を通ったりパチンコ屋さんの前を通ったりしまして、はいはい、どん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 とですね、はい、これまた東へ行きますと、はい、今度は金山町というの、銀山と書いて金山と呼ぶんですよ。金山ですか、出ませんか。いや、多分あると思いますよ。中区です、はい、中区の金山町。あ、もう中区なったんですね。なってます、中区入ってますよ。ずっとね、西区とかなんかそんなとこ行ってたんですけど、はいはい、京橋川にちょっと近い方まで行ったところに金山町っていうの、銀山町があるんですよね、はい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 、でここで面白かったのは、土曜日だけよ100円ラーメンっていうのがありましたわ。へー安いです ね、 ね、これ食べたかったけど、まあちょっと、まあ、飯食った直後ではあったし、まあ、そのマス通りしましたが、今はもうないかもわかりませんね。土曜日だけ、土曜日だけよっていうね、はい、100円ラーメンという、そういう、ま、名前のラーメン屋さんがあったの覚えてますね。で銀山町、金山町ですね、はい、ここは多分もう分かってくれてますか、まだ行ってませんか。京橋、あの京橋っていうか、この、はいはい、京橋川のちょっと手前の、あ、京橋川渡ったらあかんのですよ、うん、堤防の近くまで行ったところでね、金山町って通りがあるんですけども、その金山町の通りをですね、はい、今度銀山町じゃなくて金山ですか、うん、これ金山と読むんですよ。あ、これ金って読むんですか。金って読むんです、はいはいはい、これまた難しいですよね、はい、いや、まあ分かりますよ、はい、わざわざあの地図にはひらがな打っているところもあると思います、はい、銀の山と書いて金山、金山、はい、で、はい、この100円ラーメンのところをですね、うんうん、今度はこれをですね、左折です。左折、まあちょっと100円ラーメンの場所がわからないんで、いいです、いいです、要は100、はい、金山町のもうあの本京橋に近いところまで行ったところを左折して、はいはい、で左折して行きますとですね、ここねですね、はい、まもなくこの大きな自然の通りになるんですけど、自然の通りの手前のところでですね、広島銀行、いわゆる先ほど広電池は広島電鉄ですね、今度広銀ですわ、広島銀行の金山町支店っていうのがあるんです。ああ、なるほど、これセブンイレブンは見つけましたね。あ、いや、これは今も必ずあります、はい、広島銀行はもうやっぱり広島トップのメーカーちゃん、金融機関ですからね、残ってるはずですよ。関係者みたいなこと言いますね、まあ、関係者じゃないですけど、はい、関係者になりたいですね。広島金山町、はい、あ、分かりました。ただ広島銀行、銀行はね、ちょっとどこにあるか分かんないですね。 あのね、大きな通りに、ま、そのまま真っ直ぐと出るんで、大きな通りね、はいはい、あの自然の金山町の駅があるでしょう。はいはいはい、ちょっと分かんないです、ごめんなさいね。あ、これか、大きな通りって、自然が通ってる通りですね。広電、広電が、自然が通ってるかどうかがね、分かんないんですよね、そうです、地図やとね、はいはい、まあ、京橋にだいぶ近づいてるんですよ、本当京橋川の京橋にね。でそのところにもあのその大きな、通りですね、これね、はい、なんかこう県道の何号線、164号線になるんちゃうかなと思うんですけ ど、 なるほど、そこがちょっとはっきりしてないんですけど、金山町駅ありましたわ、ありましたでしょ、はい、その金山町駅の本近くに、いわゆる先広島銀行がある、本近くにね、はい、本近くにあるんですね、駅の近くにね、はい、今あれかな、もみじ銀行っていう名前になってますね。あ、そうですか、今多分あのちょっとか、もみじまんじゅうの、まあ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 、そうですね、もみじまんじゅうですね。そうかな、はい、そうですか、はい、もみじ銀行の本店っていうのがあ、そうか、あるんで、おそらくここが文雄君に言ってる広島銀行かなという。あ、そうか、僕はやっぱりちょっと納得できない、はい、広島銀行であってほしいんですが、あ、広島銀行ありました、あるでしょ、はい、
金山町支店ありました。これ非常に伝説を持った支店なんですよ。ここああそうなんですか。これも地元の人に聞いた話ですけども、はい、ほんまかそれ、ほんまに聞いたんか。聞きましたよ、はい、パラッとね、まあ、書いてた。でっかいビルやわ。書いてた、うん、でっかいビルやわ。そのビルのね入り口がね、はい、これまあ、これもまた原爆が関係するんですよ。その広島銀行の金山町支店は、はい、ちょうどここからね爆心地からですね約 1.1 キロ離れてるんです。なるほど。島外科の 上が爆心地ですからね、はい、1.1 キロ離れてまして、はい、爆風でですねこれ耐えたんですね。この銀行は銀行も耐えたんですけど 石造りの3階建てやったということで、うんうん、まあそんなんで耐えてですね、うん、まあ格好は残ったもんで、うん、まあ廃線になった時に一時警察署がそこにできたらしいですね。銀行がまあ稼働しなかったんでしょうね、うんうん、ところがまあ警察署からその銀行に返されたところでですね、うん、これまあ、その改築して巨大な銀行になったんですけども、うんうん、その玄関の門は当時その1945年8月6日の原爆の時にですね建てた本館、支店のですね、はい、門をそのまま移築したんですよね。あ、はいはいはい、うん、それでまあその何ちゅうか昔のその広島銀行の家紋みたいなのも入ってたりしました、うん、それこれですよね。それこれ家紋多分これじゃないかな、なんか丸の中に3、横3みたいなやつ、僕は2や思ったけど3ですか。1,2,3 ですね。あの一本見間違えてますね、はい、3ですね、はい、僕には丸2と書いてますけども、はい、そまあ、割り切れん方がええんちゃうか。あ、そうかもからね、日本の的な感じでな。でビルの本体は黒みかげ式のビル、すごいビルです。これはやっぱりね、やっぱり広銀ですよ。これは広銀ですよ。そう、広銀ね、うん、やっぱりそのもみじやないです。あ、なるほど。まあ、まあ、別に、まあ、もみじ広銀の俺金持てるわけないけど、ちょっと広島銀行のこのマークがどっかの会社に似てますよね。そうですね、日本旅行に。あ、ほんま色そっくりや ねなんか似てるな。面白いですね。まあ、JRK もしかしてとか関係ないかな。いや、わかりません。その辺は、ね、その系は、まあ、知りません、はい。まあ、ただなんか洋館みたいなビルで、そう、ね、美味しそうですね。もう美味しそうし、ツルツルしてね。ツルツル。うん、黒洋館、虎屋の洋館みたいなね。そう、はいはい。で、まあそれが金山町、そこちょっと行ったところの前の大きな通りがね、はい、自然通りで金山町の入り口なんですよね。あ、これがね、はい、はいはい、はい。まあそんなんで、はい、ずっとそのまま、はい、ちょっとまだもうちょっと北へ行きます。北というか北か。北です。まだ東じゃなくて。東はまだもうちょっと先で行くんです。うんうんうん、北へ行きますね。はい、北へ行って、で、まあ、どこまで行く。あ、これか。西国街道で書いとるわ。書いてますか、地図に。おりゃ、それはいい地図ですね。はい、この私の方は全然書いてなかった。山口は山陽道って言うんですけど、広島に入ると、なんか西国街道ってね、言、うん、う人がいるみたいなんで。いや、もう、主にそう言うてますもんね。はい、うん、Google の地図に。山口とちゃうんですよ。弥生通り北道。あ、そうそう。それですよ。交差点から。弥生通り、そう。北に行ってます。そうです。弥生通りの北口。弥生通りっていうのはそこから始まるんですよ。ああ、そうなんです、ね。そこから西の方にずっと始まっていってですね。まあ、ちょっとね、目的地の海大地から少し離れる形ですね。本来こう東に行ったらもう海大地駅に行けるんですけど、そうです、まあ、目的はね、はい、江戸時代の。海大地行くためには京橋を渡らなあかんわけですよね。ああ、なるほどね。それ京橋というのが橋が一つしかなかって、はい、ここでですから、いわゆるどんどんちょっとだけ、まあ、北の方へ登っていって、でここに交差点がある、橋本町6番というね、はいはい、信号のある交差点があるんです、はいはい、多分それ分かると思いますわ、はいはいはい、でそこまで行って、はい、そこを今度、うん、国とですね右折するんです。で、まあ、東に右折すると京橋が見えてくるんです。あ、京橋側にかかった京橋が、あ、これね、これ、まあ、京橋というのは、はい、大阪にもありますし江戸にもありますね、うんうん、要はその城下町からね京都の方に向かって開いてる口を京橋口と言うんです。あ、なるほど。大阪でしたらそのままあの京橋でずっと行ける、京都の方へ行く橋が、うん、京橋、江戸の場合はまたそのまま京橋行くと、うん、まあ、京都行くというようなね。あ、やっぱり京都っていうのはやっぱり精神的な中心地やったんですね。天皇様、そういうことでな、うん、そういうことでなってるんです。あ、なるほど、はい、で京橋通りのその行くまでの、はい、あ、お茶屋さんが、お、そう竜田園、そんなもありましたね。茶丼屋竜田園、あ、いいです ねそれからですね、あのね、面白い、あのそこに、ね、あの着物屋さんがあったんですけど、探せるかな。着物屋さん、着物
清水別品店というね。どこやろ。もうね、面白い京都のもう舞妓さんが前に立ってはるようなポップ効果が出てました。あ、そうですか。うん、これはもうできたら探してほしいですね。着物屋さん。別品という言い方もね。面白いなと。もう郵便ポストは超えましたか。郵便ポストはちょっと超えたかもわかりません。ちょっと自信ない。それ郵便ポストは覚えてません。いや、まあ、ごめん。いいっすね、別に覚えてなくても適当に言ってまして、すみません。はい、はいはい。で、まあそれで行ったところ、京橋の9番北という信号があるんですよ。はいはいはい、その手前に清水別品店っていうのがある。あ、 ここやろな多分。え、いや、じゃなくて、あの9番北は多分ここやろなっていう。そうですか。え、9番北、はい、7番じゃなくて、僕のは9番とか言ってる。もう京橋のすぐそこですよね。ほんのもう手前です。あ、京橋駅の西詰めです。あの歯医者さんは見つけましたね。歯医者は見つけました。鳴門歯科。あ、ね、なんか徳島みたいな名前ですけど。ほんまやね。そうですか。鳴門鹿は見つけました。ただその別品はちょっと出ませんか。ちょっと分かんないです。そうですか。なんかちょっとね、まあ、空き地がいくつかあるのがね、少し怪しいなと思うんですけど。なるほどなるほど。あのパーキングになってたりとかね、はい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 、角地がもうさらっとさら地になってたりとかあるんで、はい、まあ可能性はあるかなという。ね、うん、なるほど。あ、お好み焼き屋さんはありますね。お好み焼き屋はもう至る所にあります。ああ、そうですか。まあ、1日に10万皿売れるとか言ってるところですから。これも言い出すとキリがないですね。もう東、広島行ったらもうお好みからは逃られない。はい、ああ、なるほどね。うん、まあ、実際美味しい。西田屋っていう居酒屋とかね。居酒屋ね。はい。まあ、ちょっと色っぽいですね、その辺ね。色っぽいです、ね、あの、うん、庶民的なというか、余裕でね。そうです。まあ、ちょっとパーキングが多いんで、なるほど。このうちのどれかが、か、もしくは、うん、なんかマンション建ってるからそこかなとか、ね、いろいろ、そうですか、まあ、いろいろ想像はできますけど。ものすごい気持ちで、これもね、まあ、写真はすぐ出ませんけど、写真撮った記憶があります。清水別品店ね。14時17分、はい、まあ、いっぺん中見たいな思ったけど、僕は和服の店行ってもしゃあないので、そのまま前通り抜けました。あ、よかった。はい。で、京橋町9番北の信号を通っていきまして、はい、それでどこへ行ったかと言いますとですね、この信号というのはね、はい、これね、あの大きな信号になるんですけども、はい、広島駅前へ行く通りがあるんですよ。広島駅前通りというね、はいはい、この通りのここ横断します。これから斜めにバッと。あ、はいはい、わかりますか。ちょっとわかんないですけど。そうですか。はいはい。まあまあ、結局京橋を渡るんですよね。京橋を渡って。あ、もう渡ったんですか。渡りました。あ、ごめんなさい、渡りました。で、はい、それでどんどんと行って、はい、行って行って、ほんで斜めに巨大な通りが、わかりました、ね、駅前通り。そう、そこに信号があるでしょ。ありますね。その信号が青になるのを見計らって、それはそれ赤で渡ったら危ないかな。当たり前、当たり前。渡ってですね、はい、ほんでから、まあ、それを超えたところで、あ、なんかごっちの出てきたよ、これ。これすごいでしょ。ウィンズ広島ってこんなでかいか。うん、そう。なんやろこれ、百貨店？百貨店かね。それウィンズのこと書いてないから当時なかったかもしれない。センシティみたいなところがあってね。いや、ウィンズですよこれ。これ見てこれ。これウィンズ。はあ。いかにこの競馬がね。いや、これ金を貪りってるのかよくわかりますよね。いませんね、あれは。ね。はいはい。まあ、そんなんができるとこやったんでしょう。ちょっとね、ほんまに戦後のまだ雰囲気残ってましたよ。あ、当時はね。当時はなんか食堂みたいなものがあったり、食料品の市場があって、安い安いだーっと怒鳴ってるおっさんがおったりね。 あるいはなんか、まあ、センシティみたいな新大阪のね、 あんな雰囲気あったんで、質屋さんとか、それをボーンと、まあ、その競馬屋が、競馬が言うたらあかんけど、まあ、恨みはあるようなような僕はないんですけどもまあそんなんが来てですね、建てたんでしょうね。ね、まあ、わかんないですけど、うんうん、はい、でそれで、はい、そういうちょっと、まあ、深海地みたいなところを過ぎてですね、はいはい、過ぎてその今も言うたように大きな駅前通りを横断して、はい、で行きまして、次は円光橋になるんですよ。あ、円光橋わかりますか。円光橋、まあ、ちょっとだいぶ過ぎて、うん、こう猿のなんか猿みたいな字格。そうです、猿ですよ、はい、猿になんか獣編のなんかっていう字。そうですね、はい、公爵の公みたいな、早漏中字みたいな、天候の公みたいな書くんですよね。これが円光橋。円光橋、円光川にかかる円光橋。そうそう、これもこの江戸時代の一つの唯一の橋です、円光橋では。円光川では、円光川では、で円光って何やということ、これはまあ聞かない
なしゃ分かりませんがね。そうですね。聞いたらこれはですね、この辺の言葉でカッパのこと言ってましたね。円光とカッパと猿と関係してるみたいですね。そう言ったら ね、でまあたくさんの人がこれであの肛門から手入れられてね、はい、泳いでる最中にシルコ玉を抜かれたって言ってました。あとそれをスペインのどんなもんか見てみなかったんですけど、そうですね、はい、ここは立派な親柱でしたよ。円光橋と親柱があって、それでこれでですね、あのここで面白かったのはね、春日というナンバーの車ありますか、はい、春日部っていうかな、あれなんか春日部はありますね、埼玉ですね。その埼玉の車に出会ったんですよ。へ、春日部55の2の8677っていう車に出会ったんですけども、はいはい、今その車はどうしてるか分かりません。知らんがな、そんな知らん、誰か乗ってたやろな、全然知らんわ。なんであの信号のところに止まってる車でね、これ広島とちゃうやんけということで、僕もまあ律儀な人間ですから、なるほど、ね、ナンバーまで控えております。あ、それなんかね、ちょっと頭のおかしい人みたいな感じですね。春日部ですね、はい、55のはいはい、2の8677の人自首してください。何も悪いことしてないですけど、ね、ちゃんとした紳士の人が乗っております。なるほど、この円光橋は真ん中に電車通るんですね。そうですよ。へえ、路面電車が、え、円光橋通ってません、通ってません、これあんた間違った円光橋、 あんた間違ってますかね、それは下の高人橋ってこと言ってるんでしょう。あ、なるほど、高人橋がもうちょっと下流であって、もうちょっと円光橋というのは本当にね、はい、駅前大橋という大きな橋があるんですけど、それの下の、あ、これ、あ、分かった分かった、遅いやつやね。あ、間違えてる間違ってる、間違ってるやろ、こんなこと、あ、こっちか、それや、はいはいはい、覚えとけ、分かりました、はい、分かりました、はい、これは電車通ってないです、はいはい、てかそんな広い橋じゃないです、だから江戸時代の橋は言ってますよ。まあもちろん改良はしてるんですよ、改良してますけどね。あ、それでここ行ったところでですね、はい、はい、これでまあ広島信用金庫さんがその辺にあったり、はい、で円光橋町という町になったりするんですよね。あ、うんうん、でそれでまあどんどん行きましょうか、はい、まあ、行ったで、今度はですね、これね、ここで自然通りへ、自然通りを通りましたね。お、この自然通りというのは、はい、広島電鉄さんが、はい、広島の駅前の中心になる駅がありますわね、はい、広島、そこからちょっとだけ行ったところでですね、はい、あたりがこの辺なんです。あ、でそれでこれ自然通りで、あ、なるほどね、はいはいはい、今のね県道37っていうやつですね。37というんですか、県道37号っていうのは、まあ、それと今、はい、西国街道がこうちょっと90度で交わってる感じで、はいはい、この自然通りにおったとこでもまた、広島電鉄のユニークな車両をですね、京都も結構たくさんありましたね。あ、そうなんですか。京都市電、そのまま僕は6番の市電乗って大学から帰ってたんですけども、あれと同じような、もう、まあ、多分同じだと思いますけど、京都市電も結局それを打ってちょっといろいろ負債の足しにしたんでしょうね、おそらく。まあ、そうかね、まあ、ただで譲ったんちゃいますか、おそらくね。いや、ただはないです、ないですか。神戸も行ってましたね、うん、多分打ってると思います。神戸、福岡の電車もありました。まあ、ナンバーまで控えてませんけど、こんなのがあって、はい、電車ナンバーってあるのかな、はい、で前に書いてますやん。ああ、そうですか。651と652が原爆電車ですわ。ああ、なるほど、うん、あ、そのナンバーというか、そのほんまに何系とかそんなんやな、あ、かもしれんね、その辺、うん、鉄道のこと、まあまあ、まあ、いいや、もういいや、はい、行こう行こう、はいはい、斜め横断した話しましたね、はい、でこの辺で円光橋の面白いのがね、あの開かずの踏切地がまた出てきたんですよ。円光橋を行って、円光橋市長を行ってですね、市電を見ながらずっと行ったら、はい、今度広島駅に着いたんです。広島駅の正面に着きまへんよ、うん、広島駅の近くに着いたところでですね、はいはい、この辺で開かずの踏切がありました。あ、でこれ斜め、あのそれでね、この辺りに駅前都営とかね、はい、まあ、食堂があったり、うん、駅前横丁があったりして、うん、愛好市場とかね、円光橋市場とかね、ざわざわとしたところですわ。あ、この辺りがね、うん、まあ、駅裏っていう感じやね。大阪でいうと東通りみたいな感じです ね、まあ、ね、梅田でいうと、そうですね、なんとなくちょっと飲み屋が多くて、そう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 、そんなとこですよね。そうですね、うん、でそれで、はい、行ったところ、その広島、あのいわゆる JR さんの、はい、鉄橋、あの鉄道にぶつかったんですね、その開かずの踏切に。これ開かず踏切開きまへんねんって、何本もあっても。あ、これは開かへんな、開きまへん、だから開きまへんということで、地図で見てますけど、駅のその線路に沿ってですね、はい、まあ、右折をしてちょこちょこと歩いていくと、今度はですね、はい、大きな通りがありまして、この通りは、はい、いわゆるその JR さんの上を高架になってたんですよね。あ、なるほど、これを渡りました。古線橋ってやつですね。古線橋に渡りましたね。あ、なるほど、あ、いわゆる、まあ、陸橋もある、車道もある、そう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 、そういう橋がね、ええ、
それに切り替えて、この部分だけは切り替えて、開かずの踏切からやめました。あ、ちょっと残念ですね。なんでさ、まあ、考えてみたら上から見た方が面白かったです。上から鉄道を見るっていうのはね。あ、でフェンスがありましてね、はい、まあ、誰も飛び込んだりせんと思いますけども、うんうん、そのフェンスにね、うん、ポスターがあったんですよ、これ。どんなポスター？これ探偵。あ、探偵な。探偵っていうのがあってね。あるある。なんかもう40年ぐらい前に撮影したなんかおばちゃんの顔とか載ってるやつやろ。う、今どうなってんやろうなっていう。純、うんうん、探偵事務所というところでした。 ありそう、純って三髄編にね、なんか門という字書くような純ですけども、うん、あ、そっちの純ですか、糸編じゃなくて。糸編やなかったですね。あ、それ女性でした、はい、男性でした。いや、それは分からん。そこを調査ってあります、はいはい、お受けしますと。これやられたら僕なんかどない紹介の思うけど ね、悪すぎてね。その他調査をお受けしますってありました。あ、まずはお電話をとか言って、ね、電話番号がバーンとあったんですよ、ね、電話番号メモしてますか。いやいや、これはもうメモしてない。もうひょっとしてかけたらいかんか、ホテルからでもかけたらいかんからね、うん、もう一つがあったね、心の窓っていうポスターがありました。あ、これもびっくりしたね。悩んでる人、迷ってる人は即お電話、今すぐって書いてましたね。なんかやっぱりそういう人が集まるんかな。この古戦況にはかもわからんね。だからフェンスしてあったんちゃう。うん、だからね、僕もそう思ってね、僕はまあ、あの動物園のね、檻ゆするみたいな格好で下こう覗いたんですけども、ひょっとしたらそのまま越えてしまいたい人がね、行ってるんかもしれんな。結構今でもやっぱり柵はちゃんとありますね、うん、そうですか。あの手すりの2倍ぐらいの高さがある、高かったんですわ。あれ登っていく人はないと思うけど、まあ、そういうちょっとまあ困ってる人が行ったんかなと。あ、まあ、探偵もちゃんと目つぶって人の弱みはないけども、そうですね、まあ、探偵も探偵悪い探偵おるでしょうからね。で、まあ、そんなのがあった。すぐそこに、はい、これは新幹線？新幹線ですよ。新幹線ですかこれ。ドーンと新幹線。高架。そうですよ、ちょっとあの立派なもんですよ。大阪のあの東淀かな。あ、そうそう、あの辺り、あの三ツ矢とか。あ、結構ですね。田口とかあの辺りに似てますよね、うん、まあ、庶民的な暮らしやすいおもろいとこですよね、うん、そういう部分が出てきたんですよね。あ、山陽新幹線がこれ。山陽新幹線が、ね、頭上に、はい、頭上です。これは上越えてません、残念ながら、ね、そうですね。上見ながら山陽新幹線をね、うん、見てから、でそれ降りたとこが東区の区役所なんですよね。あ、はい、まあ、その区役所の区役所はいかんと、はい、もっぺん僕らは忠実にですね、はい、先ほど開かずの踏切やったところまで引っかやして、はい、そこからまた京都へ向かって、まだ大阪へ向かって歩き始めるわけですね。どうしましょうか。いやいや、まだ行きましょう。まだ行きますか。やめますか。時間どう。もう1時間経ったんで。あ、そうですか。ちょっとそろそろもう。あ、ほなやめましょうか。そうですね。この後もありますんで。うんうんうん、はい、そうかった。あの結構1日も3日かかりましたね、この日は。そう、今回はやっぱり都心部やったんで。都心部は難しいね。はい、まあ次回で、うん、やっと解体地に行けるかなと。まあ、解体地は行きましょう。はい、どうしても、はい、行きましょう。ほんならまあそんなんで、まあ、まあ東区役所あたりで。そうですね。愛宕神社前ぐらいやめときましょうね。そうですね。はい。はい、なここでちょっと終止を入れまして、はい、本日はこのあたりで、そうですね。終了でございます。はい、また YouTube の番チャンネルでも、はい、いつか配信しますんで、でね、こちら、まあ基本音声はラジオで、映像は、この Google ソリッドビュー。そうですね。みたいな感じで。僕のやつもまあ、まあ、使ってくれても結構ですよ。そうですね。昔の30何年しますんで、どんなとこ歩いてんのかなって、ちょっと分かりにくい方とか、はい、もっと具体的に知りたい方はですね、ぜひ、はい、YouTube の番チャンネルの方で、ちょっと見てほしいなと。まあ、ちょっと時間かかりますけど、ね、配信するのはね。ね、今ちょっとまあ、もうこの頃の部会、質問自由にやってるかもしれませんけども、はい、まあ、まだまだちょっとね、外行きたないっていう人もあるでしょうから、うん、いっぺんまあ、悪いですけども Google をですね、うん、起動しまして、うん、今言ったコースちょっと行ってみてくれはりませんか。面白いですよ。めちゃめちゃ面白いですね。もう広島のもう一番、まあ、原爆も含めてもう一番スピリットの詰まったところです、このコースは。はい、はい、それではまた、次回は時事集ということで、はい、長島山陽道ボラボラの32で、はい、いつできるやろ大阪まで、はい、そうですね、はい、皆さんまた聞いてほしいなと思います。はい、ふみおくんお疲れさんでした。あ、お互いの、あとあの29年前のあのね、ラジオの関係者の皆さんも。あ、そうなんです。お疲れさんでした。もう向こう行ってはる方も数名いていらっしゃるんですけど、最近一人行かれましてね。そうなんですよ、まあ、皆さんのおかげで番組成り立っておりますので、ほんまですよね。また天国からお便りください。ありがとうございます。待っております。はい。